さあやっていきましょう。今回は冠詞あと座について見ていきたいと思います。さあ今までね、英語勉強してきて、あと座ってどっち使えばいいのかなって結構悩んだこと、もしかしたらある人はね、いるかもしれないのね。なので今回そのあと座ってそれぞれどんな意味があるのかとか、どういう時に座って使われているのかっていうところをしっかりね、理解していってほしいと思います。さあまず早速ね、あと座ちょっとそれぞれ比べていきたいと思うんだけど、まず一つ目、あもしくはあんの場合は意味をまず覚えていきましょう。あとかあんは一つとか一人っていう意味を持ってる単語なんだと。でしかも必ず数えられる名詞につきますよ。 a book とか a pen とか a boy とかね、そんな感じで数えられる名詞につくんだと。これがあとかあんなんだと。ね、一つとか一人っていう時につけてあげるよと。で次なんだけど、こっちの理解が結構大事になってくると思うんだけど、座の場合はどういう時に使われるかっていうと、はい、特定できる時に使うと。ちょっとよくわからないぞということで、はい、こんな感じで座何々って言ったら、もうみんなでそれって指を指す感覚を理解しておいてください。その少年なんだよとか、その本なんだよ、そのリンゴ取ってよと、その場で特定できる時にザ何々っていう言い方をしていくんだよね。もっと、ね、言うと、何を指しているか分かる時にザ何々っていう言い方をしていくのね。 OK。だから The apple とか言ったら、もう実際にリンゴがもうそのリンゴなんだよと、あのリンゴそのリンゴなんだよと、取ってよと言ったりとか、その本めっちゃ面白かったよだったりとか、その少年がやったんだよみたいな感じで、もう何を指してるか、どの少年を指してるかとか、どのリンゴを指してるかとか、どの本を指してるか分かる時に The 何々っていう風に使っていくのね。で上の場合のあとかあんはとりあえず一人とかとりあえず一つってただ言ってるだけなんで、ここまでのザ何々ね、指を指してる感覚、何を指してるかっていうところを特定してるわけではないので、こういう意味の違いがあるんだっていうところは理解していってほしいのね。でこれを踏まえてもらって、じゃあザってどんな時に使われてるかっていうのを見ていきたいと思うのね。はい、そしたらザの用法っていうところに行きます。はい、まず一つ目いきます。一度出た名詞を繰り返すとき、さあどんなときかっていうと、例えば I have a dog、 私犬飼ってるんだよねっていうふうに言います。とりあえずまず一匹飼ってるってことを相手に伝えます。 I have a dog って言ったら一匹犬飼ってるんだよと。でそしたらその後に一回話題に出てるから、もうどの犬かっていうのはなんとなく分かってるとね、犬飼ってる、あ君が飼ってる犬のことねっていうのが分かるよね。その時に、はい、その犬っていうのは白いんですよっていう時に The dog is white っていう風に言っていくと、ここで The が登場してくるんだよね。 OK、まあ、こんな風な特徴があります。さあ2つ目見ていきましょう。今度は何を指してるか分かる時、例えばね、こんなことを言うと、窓開けてって言うと、そしたら言ってる人はどの窓かだいたい特定して言うわけだよね。その窓開けてよっていう感覚だよね、窓開けてっていうのは。はい、なのでここで Open the window っていう風に言ってきます。はい、 Open the window って言ったらもうどの窓かをしっかり特定して言ってると、もうそこの窓開けてよっていう感覚になります。 OK。 はい、3つ目いきましょう。今度は一つしかないものでこれちょっと気をつけてほしいのが、人の名前や地名はザをつけたりしないので、ね、ザ・ジャパンとかあんま言わないよね。はい、そういう時は使わないので、ただどんなものがあるかっていうと、はい、地球 The Earth っていうふうにザをつけて言っていきます。太陽 The Sun っていうふうにザをつけて言っていきます。で最後ね、ここに載ってるのが The Sky、 空もザをつけて言っていくと。まあ、基本的に最初のルールでいくと、まあ、どのことを言ってるかって分かるよね。もう太陽って1個しかないんだから、もうどれを言ってるか分かるので、まあ、ザで特定していると。はい、で4つ目いきましょう。順序を表す語があるとき、例えばこれ2つ出てきます。ファーストトレイン、始発電車っていうときに、もうどの電車か決まってるよね。もう5時5分に出発するあの電車なんだって特定できるよね。なのでこれはザファーストトレインってことで、ザをつけて言っていくんだと。こういうファーストみたいな順序を表す言葉があるときはザファーストトレインっていう風に言っていくと。で次いきます。はい、2番目のバス、
次に来るバスなんだよっていう時に、2番目のバスなんだよっていう時に、ザ・セカンドバースっていう風にザをつけて言ってあげるんだと。はい、ということで順序を表す語がある時にザを使ってるんだっていうところは理解しておいてほしいよね。はい、でラスト、これは今まで出てきた決まった表現っていうのがあります。例えば楽器の前にはザをつけるよってやってね、Play the piano とか Play the guitar とか言ってきたと。はい、で朝とか午前中とか In the morning とかね、 In the evening とかね、こういうザをつける決まった表現っていうのもあるんだよと。はい、というところでザがね、どんな時に使われているかっていうのを理解しておいてください。ということで今回あとザについて終わりにします。